こんにちは、キコです。本日のゲストは作家でビジネスコンサルタントの和田ひろみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご縁いただきありがとうございます。こちらこそありがとうございま す。不思議なご縁でというか、はい、浜口恵子さんのお食事会で。そうですね、はい、じゃあそんなちょっとひろみさんなんですけども、はい、あの本を66冊あ、はい、作家です。いやもう本当にもう大ベスト作家さんで、もともとはあのセールスの世界にいて、そこから営業コンサルタントをしながら、いろんな企業様にお手伝いするようになってコンサルタントとして仕事しております。メインはでも作家で、ビジネス書から、絵本、小説っていう風にいろんなジャンルの本を書かせていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。絵本まで。そうなんです。すごい広いですね。あのミラクルひろみって呼んでミラクルが大きいですね。ビジネス書書いてる方で絵本書く方ってなかなかいらっしゃるんですよ。いないと思います。それ やりたかった。やりたかったんです。私。そうなんですね。本当に、幼稚園の卒業アルバムに、はい、なりたい未来童話作家って書いてるんですよ。もうその時に、もうその時に、6歳ぐらいの時にそれを書いてて、はい、なぜかっていうと、ちっちゃい頃になんか友達ができないっていうか、人見知りで引っ込みちゃうんで外に行けなかったんですけど、一人で紙芝居とか作って物語を作るのが好きだったんですよ。あ、そうだったんですね。そうなんです、はい、そこからなんか多分そういうのやりたいなって思ってたから、やっぱりやりたいことをやってるのが絵本の世界ですね。絵本がですね、あの、はい、小学校の道徳の教科書に選定されまして、おめでとうございます。すごい、6年か7年続いてるので、約300万人の日本の子供たちに読んでいただいて、ミラクルじゃないですか。ミラクルじゃないですか。奇跡みたいなことが自分の人生に起こるんだなっていつも思ってます。それじゃあ皆さんがめちゃめちゃ知りたいことだと思うんですけど、はい、ちょっと詳しくお聞きしててもいいですか。もちろんです。はいはい、おっと、はい、あの専務が来た。専務がもともと結構小さい頃からミラクル多いなって感じだったんですか。いやいや、そんな風になんか小さい頃からそういうことが分かったわけではなくて、はい、小さい頃引っ込み思案で人見知りで家の中にこもってるような人間だから、アリとか追いかけてましたね一日中こうアリ見たりとかしてる人ですよ。本当にその時は、うんうん、私ももっと友達いっぱい欲しいのになとか思ってたんですか。いや、いらない。あ、でも人と関わるのがもう苦手なので。でも今めちゃめちゃ人と関わってらっしゃいますよね。なんか魂入れ替わったの違うと思います。でも無理してこれじゃないわけですよね。全然無理してるから、あの、うん、ナチュラルにそんな風にまあ変わってきたのが現実で、私もそれこそ小さい時めちゃめちゃネクラで人見知りすごく分かる。それ分かります。香る変わってました。変わる、同じ香りしてました。なんかね、分かるわって。それは一番最初に浜口さんのお家で会った時に感じたの、はい。みこさんいたじゃん。みこさん違う感じだった、はい、違うんですよ。みこちゃんは生まれた星絶対違う。みこちゃん違う星の人じゃない。完全に。でもなんかちょっと似た星気配がして、はい、でそれは人と関わるのが苦手じゃないんだけど、はい、わって来ないで一旦ここにちょっとだけ来るじゃん、はい、なんかダって来ないで様子見るみたい。しわってこう一回置いて来るじゃん。そうです。同じじゃあひろみさんはそこからここに来られるまでで、うん、多分いろんな変化があっての今では別にアリ追っかけてないじゃないですか。いや、まだやってます逆に両立されててすごいですよ。そうですね超家庭がポンコツでもう大変だったんですよ。もうボロボロの家庭だったので、そういう家庭に育っているから、はい、なんか殻にこもる時が多かったんだと思います。あ、ご両親は不仲でとかですか。もう不仲どころかもう、なんかその時って、うん、だからこそ自分はもうこんなに早く出て変わるんだってなる方と、はい、より内側にこうダメだって、はい、もうこんな自分が社会になんか出れないってなる方と、はい、ちょっと分かれるかなと思うんですけど、ひろみさんの場合どんな感じだったんですか。出る勇気はないの。あ、そうなんですか。引っ込みじゃんだから一人で出てなんとかやっていきますって勇気はないんだけど、はい、家にこもるとかじゃなくって一歩ずつ外に出してた感じです。一歩ずつ、もう一歩ずつその一つドア開けて一つドア開けて接点を持っていくっていうか、苦手なこととか、はい、ここのドアを開けたらこういう関係変わるだろうとか、そういうことをやっていったのが中高の変化ですね。中学校から高校の変化。一番最初ってどんなドア開けたんですか。バレーボール部に入るってやつ
姉がすごい優等生 で、はい、でバレーボールのエースアタッカーだったんですよ。でお姉ちゃんになりたいって憧れて、それででも自分は運動神経鈍いし無理だろうなと思ってた時に、一緒のクラスになったお友達がめっちゃ美人で、すごいなんか綺麗な人だったんですよ、はい、でその子がバレー部入ったんですよ私も大丈夫かなって言ったら大丈夫だよ。でもあんのと大変で、なんでかってもう全部もう全然できないし、もうボール拾いだし、もう走れないし大変なんだけど、運動部に入ってる人たちって大体活発な人多いから性格もなんで、はい、友達関係の環境を変えることによって影響を受けていくっていうか、そういうところから変えていったっていう感じですね。じゃあそんな感じでちょっとずつ変えていって、でその当時のお話聞いてると、うん、本を66冊出してみたいな感じにはあんまりちょっとつながらない感覚があるんですけど、ね、どの辺から変わられたんですか？まあ営業の世界に入って結果がどんどん出て、今から思うと、はい、もしかしたらチャネリングとかしてセールスしてたのかなって不思議だね。いや、考えてたいです。これはキコさんの番組だから言うことで、営業セミナーとかで皆さんチャネリングしましょう。対面して人と何かを勧めたりとかするときに、はい、こういう言葉を言ったらこの人喜ぶかなとかっていうのがやっぱ分かったから結果が出ないっておかしいじゃないですか。そういう力を使ったんだろうなと思いますね。そうじゃないと世界2位の結果って、はい、ちょ想像を絶する結果なんですよ。すごい。世界142カ国に何百万人といるような営業マンの中の世界2位なので、はい、ちょっと半端じゃないですよ、ね、ちょっとやばい結果ですよね。でもそのやばい結果をじゃあどうやって出したんですかって言われたら、この人はこういう人間でこうこうこうだからこういう風に言った方がいいっていうのは、なぜ20代の私がそれができたのかはちょっとクエスチョンですよね。今はそれをノウハウにして伝えることができるからセミナーはできるけど、はい、その時はまだノウハウ化されてない。はでもそこからなんかやり始めたのがきっかけで自信持ってったんですよね、うん、人見知りの人からちょっと営業って結構きつそうな感じがするんですけど、よくやりますよね。私もそ人見知りなのに泣きながらピンポンしてる。そうなんで行っちゃうんでしょうね、あっちに、ね、あれ修行。たくさんの人に会わないと感性磨かれないと思ってて、で自分と全然違うタイプの人といっぱいセールスとかって会うじゃないですか、はい、でその時会って初めて会う会わないとかネガティブなオーラとかポジティブなオーラみたいなものを、なんか例えばさっきの違う星の人もそうだけど、はい、いろんなジャンルの人と出会ってなんか鍛えられる感じがあると思うんですけど、その時期がないと今の私なってないと思ってます。ただまあ営業の世界入ったのは単にお金が欲しかっただけなんですけど、はい、あ、そうなんですか、うん、なんでですか？新卒で入った会社が研修1ヶ月後にすぐ転勤で関東出てきたんですけど、なんかまあ家賃手当もあったんですけど、うん、生活できないじゃんこんなん東京で、何で、ね、この生活ってなって、お金にすごい不自由な感じって分かります？なんかこのスーパー行っても値札を見続ける感じ。あ、分かります。分かる。10円悩むのにこんな時間かかる生活って、あ、10円悩むんですよ。だからスーパーで滞在時間が10円悩むためにすごい長いっていうのは一体どういうことなんだって思って、時間を有益に過ごしてる人ってどうなんだろうって考えた時に、割とお金の悩みが少ないんですよ。確かに本当にそうです。でしょ、買えるから。もちろん全てを買う必要はないんだけど、はい、でも食べていくわけじゃない、住んでいくわけじゃない、はい、その時にここ住みたいなと思った時に、はあ、家賃高いな、どうしようかな、いやでもそれだったらなって悩んでる時間ですよね、はい、生きてる限りいつか私たち死ぬのに、はい、10年に悩んでる時間のことがすごい気になって。なるほど。それでお金を稼いだ方がいいんだと思って銀座のクラブに行ったんですよ。あ、そうなんですね。マンション目の前に住んでる一社目で仲良くなったお友達が、私こんなね安月給やだとかって言って銀座のクラブに行って、はい、すっごい金持ちのパパ見つけてものすごいでかいマンションに引っ越してたのを目の前で見てるんです。それは確かにやりたくなりますね。で友達に遊びに行ったらエルメスとか着てるんですよ、うん、急にエルメスのブラウス着てるんですよ。ブラウス、もうカバンじゃないじゃなくてブラウス着てる。ブラウス、エルメスのブラウス着た変身した彼女が、世界が変わったの。ひろみちゃんもね、そんなバカバカしいことやってないで銀座に来なよみたいな。それ行きますね。でも行ってみるか。行きますね、それは。でもね、まだ私の人見知りは治ってなかったの。いや、人見知りは少ないですか。で行って1週間も持たなかったです。あ、きつかったですか。きつか、本当にもう辛くて、なんかこういう人とか送って
お店が始まる前の雑談タイムが一番辛かったの。ホステスさんがバーって集まって、ホステスさん同士の雑談、雑談タイム、こう一人でポツンとこう会話に入れないってね。まだお客さんの接客のがマシで、この雑談タイムが、うーん、ずっとこれで3日で持たずにお金ももらえずに辞めたんです。そうだったんですね。そうなんです。でそれで、まあ、自分で稼げるようになるにはどうしたらいいかなと思って、求人広告でものすごく高い金額を出してるところにフラフラっと行ったのがきっかけ。あ、それがその営業の、はい、そうです。へえ、もう銀座のクラブで挫折を負ってますからこれしかないんだみたいな感じなるほど。最初はもうお金っていうところから入られてで営業でその世界2位っていうすごい結果を出されたわけじゃないですか、はいはいはい、そこからどうやって作家さんになっていたんですか。それは外資系の会社なので、はい、M&A されまして、本社がオーナーが変わってガラッともう変わっちゃって、そして最終的に日本撤退ってなってリストラになったんですよ、会社。あ、そうだったんですね。ええ、でどん底になって、でなんか今までのキャリアとか稼いできたものが全部ゼロになって、部下も全員もバラバラになって、はい、どうしようと思って、ここまた奇跡が起こるんですよ。そのご縁で本が出たんです。誰か思い出せないですよ。だからなんかのメッセージでしょ。本当ですね。そうでしょ。ええー、わかんない。でも誰なんかわかんない。降りてくるインスピレーションが2段階あって、うん、今実現してるわけですよね。そうなんですよ。すごくないですか。キコオンラインサロンスペースシップメンバー募集中です。キコに直接お悩みが送れるこのサロン、YouTube 動画でのお悩み回答をはじめ、月1回のオンラインセミナー、ラジオでもお答えします。その他にサロン限定での個人カウンセリングのお申し込みや無料カウンセリングが当たる抽選にご参加いただけます。 YouTube で出せなかったキコと対談企画の未公開秘蔵映像など盛りだくさんのコンテンツです。あなたもキコと一緒に毎日を開運日に、スペースシップでサクッと幸せになりましょう。詳細は概要欄で。